はい、浦田健です。今日はですね、マラッカにやってきました。初めてですね、この2年間毎月のようにマレーシア来てますけども、このように観光地を巡るのは初めてです。後ろに見えるのはですね、あのマラッカツリーというですね、よくCM で目にする、耳にする、この木なんの木みたいな感じですね。ちょっとハゲた木なんですけれども、このマラッカはですね、1400年からの歴史になってます。で、ちょうど西洋との貿易の、ね、通り道になってます。で、今のマレーシアの原型になったマラッカ王国が誕生したというふうに、なってます。で、600年以上もですね、国が、続く中で、ポルトガル、オランダ、イギリス、ね、いろんな国の統治を受けてですね、なので、いろんなこう文化がですね、その地に根付いたということになって、非常にトラディショナルな雰囲気になってます。世界遺産ということもあるんですけれども、非常にいろんな国の人がですね、ここを訪れて、街並みとか、それから、その現地の人との交流を楽しんでます。それではいろいろ見ていきたいと思います。さあ、レイチャーというですね、マラッカ名物の、自転車に乗っております。なかなかゆったりした気分、ね、ある時間が流れていますね。どうですか、楽しい？楽しい、面白いね。はい、マラッカ海峡にやってきました。ここはですね、海の中にあるモスクということで、ここマレーシアはですね、このマラッカとタルガノというところにですね、2つあるそうです。で、非常に綺麗でですね、入り口から海がすごい一望できるんですけども、ムスリム、つまりイスラム教徒でないと中に入れないということで、まあ、外から見てますね。非常に雄大で綺麗なところです。ぜひ皆さんも来てみてください。